こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですウクライナ東部で今最大の激戦地となっているアウディイウカで叩かれても叩かれても連日昼夜を問わず繰り出してくるロシア軍ですがロシア軍の戦車や装甲車の墓場と化しているアウディイウカの戦場の様子をウクライナ軍がこのほどドローンによる空撮映像で公開しました。今日はこのこのとについてお話しします ウクライナで今最も激しい戦闘が連日繰り広げられている場所はウクライナ東部ドネツク州のアウディウカですウクライナ軍によればロシア軍によるアウディウカへの攻撃は2014年のクリミア侵攻以来ほぼ10年間も続いているのだと言いますが最近はロシア軍はこの地に固執するかのように 毎日のように気候部隊を繰り出してきていますこの映像はウクライナ軍によって12月11日に SNS にアップされましたウクライナ東部のアウディイウカにいつものようにロシア軍が戦車と装甲兵員輸送車を繰り出してくる様子とその後どうなったかという戦闘後の様子です 砲撃や爆発などの様子は今回は珍しく省かれていますがそれが余計にアウディーウカの血がロシア軍の戦車と装甲車の墓場になっているという印象を強めていますなお字幕に出てくるロシア軍損耗についてのキリル文字の単語は以下の通りです「タンク」「米ペイ、ベテール」「装甲車」 m t l b u r 7 7 b r d m b r e m その他画面の下の方に累計数が出ます。それではご覧ください。 ウクライナ軍の字幕ではアウディーウカで破壊されたロシア軍戦闘車両の合計は122両となっていましたがアメリカのニューズウィークによればつい先日機密解除されたアメリカ議会と共有された米国情報機関による分析ではアウディーウカでのロシア軍戦闘車両の損失は220両となっています。またアアウウディウカでロシア軍は 1>, 1万3000人の死傷者を出ししたと米国情報機関は分析していますアウディウカにとどまらずウクライナ戦争全般で言えばロシア軍はウクライナに侵攻する前に保有していた地上兵力36万人のうちそのほぼ9割に近い87%の兵力を死傷者としてこれまでに失った。 とアメリカ情報筋は CNN に語っています。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。 Красота, бля.